と吸収した後だったらはいいいです、はい、いやもうね大輝さん気づいたら12月ですよ。そうですね、やっぱ12月の一つの目安として流行語大賞あるじゃないですか。まあ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 見ました YouTube 映え。いや見てません。1位じゃなかった。そんなんないですね YouTube 映え、はい、ちなみにインスタ映えです。今年の1位はあはいそうですか。OK、まあまあまあ、はい、そうやってねもう今年も終わりますよっていう時期にですね、はい、まあ皆さん何買いますかとアイテムこの時期になってくるともう、はい、やっぱりアイテムとかも買い揃えちゃって、はい、もう何買おうかなみたいになる時期だなと僕は個人的に思うんですけど、うん、まあでも何か欲しいなみたいな物欲あったんでちょっとだけその時は田中さんでもまだコート買ってないんですよ。そうそうそう、某ある動画でですね、はい、アウター欲しいアウター欲しいって言って、はい、アウター買う買う詐欺して結局買わないっていうことや前僕やってたんで、はい、本当にアウター欲しいなと思って結構お店見てたんですよ。したら、まあ、めちゃめちゃね、まあ、いいアイテムを見つけて、まあ、ほぼそれをまあ衝動買いさせていただきました、はい、というアイテムをね本日ご紹介していきたいと思います、はい、というのがですね、はい、こちらになります。買っちゃいましたか。ついに買わさせていただきましたと。買っちゃいましたね。はい、あんだけアウター買うって言っといて買ったの、トラックジャケット買いと思われた方、はい、23人おられると思うんです、はい、ということで、まあ、こちらのアイテム何を僕が買ったのかと言いますと、はい、メドメイナーさんというブランドのアイテムになります。はい、知ってます。知ってます。はい、おお、どこで私よくインスタグラムでだったり店舗さんでだったりチラチラとさせてもらってました。この A ラブですね。はいはい、そうですそうです。はい、かっこいい。僕もその一人であります。まあということでこちらヘドメイナーっていうブランドですが、デザイナーさんがヘドメイナーというイスラエル出身の方になります。まあ、なので、多くのコレクションが結構中東の文化に影響を受けているブランドさんになるんですけど、こちらのブランドですね。なるほどね。中東。中東ですね。はい、中でも、はい、ユダヤ教の文化を強く受けたブランドさんになりますと。なるほど。まあ、ということで、はい、こちらのブランドの説明、まあ、さらっと終わったということで、はい、着火の方ですね。まあ、実際に皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、どうぞ。いかがだったでしょうか。着火の方どうでした大輝さん。いやどうでした。かっこいいですね。ありがとうございます、はい、簡単にじゃあ高尾さん説明お願いします。はい、先ほどブランス名で言いましたように、はい、まあ、ユダヤ教の文化を強く受けているということで、はい、皆さん一番気になったのはこちらの帯です、ね。はい、そのユダヤ教のタリートというものに、まあ、インスパイアされたものではなかろうかという考察を現在私しております。タリートですね。わかりますよ、僕もタリート。ユダヤ教詳しい人ですか。なんかユダヤ教の文化としてですね、その白い布をつけないといけないっていう、まあすごくざっくりなんですよね。今そういう文化があるんですけど、ただユダヤ教の人って黒いスーツのイメージあるじゃないですか。そういった人たちもつけないといけないんですよ、一応。でつけてるよっていう印でこう紐みたいなのをそのスーツの下からこう垂らすでつけてますっていう、それをアピールする、まあそういう文化があるんですけど、その布のことをタリートでその紐を垂らしてから、それからこうインスパイアされたんじゃないかなってお二人で話してたところですね。ということですね。はい、まあなんだなと、はい、まあこちら本当、まあ着火でもありましたように、まあこちらの先ほどタリートからインスパイアされた帯というのをですね、まあ腰に巻いて、はい、まあショート丈にも切れますし、アウターでレイヤードすることでですね、まあ、首元やっぱりジップアップで、まあ、非常に印象的ですし、まあ、また帯を垂らすことで下からもですねその帯が見えることでまた違った印象になる、まあ、非常にまあ幅広く、まあ、面白い着こなしができるアイテムなのかな、うん、一癖も二癖もある。すごいこう遊び心がいっぱいあるんですけど、確かお値段の方がいっちゃいます。それ、はい、遊び心はどうなんでしょうっていう部分ですね。遊べるお値段がどうかってことですよね。はい、そうです。こちらのですねヘドメイナーさんのアイテム、お値段の方が62000円プラス税となっております。どうした、どうしました。一瞬海が見えました。ただですね。ただ先ほど僕言ったんですけど、いっぱい遊び心があるからこんだけするんだと思っていただいたらいいんですか。しかも春先まで着れる。まあまあそうそうそう。いろいろね、そういった思いと割っていただければプライスレスと思っているんで、62000円分も楽しんでやろうと思っております。まあということで本日まあこんな感じでですね、こちらヘドメイナーさんの紹介させていただきました。本日は以上ということで。はい、以上ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。